皆さんこんにちは、チャンネル358エビチャンネルです。今日は近所の OM さんにモービルアンテナ、 HF のモービルアンテナ MD200 をいただいたので、早速使ってみたいと思います。今6メーター50メガのコイルがついてます。コイルをね、交換していろんなバンドに出れるというアンテナですね。3.5 メガ、7メガ、21メガのコイルも一緒にいただきました。それでは早速使ってみたいと思います。7メガのコイルに取り替えてみました。ここの部分がエレメントになってるみたいで、ここをですね、高さを調整してマッチングを取るみたいです。六角のビスで止まってますね。取り付けた感じがこんな感じです。このアンテナ全長2メートルぐらいあるんでね、今部屋の中なんで分割しております。それではモビル機内につけてみたいと思います。アンテナの方をつなげてみました。長いですね、2メートル。こんな感じになってます。ベランダのモビル機材に取り付けてみました。こんな感じになってます。先端が屋根より上になってますね。ちょっとね、この状態でマッチングの方見てみたいと思います。調整はね、ここのエレメントでするみたいですけどね、とりあえずやってみます。はい、先ほどの状態ですと 6.534 ぐらいで、 SWR が 1.3 から4ぐらいの間ですね。これではまずいのでちょっと調整してみます。今マックスまで上げてみました。これでちょっと見てみます。 6.834 ぐらいで合ってますね。まだまだ調整の余地ありです。ちょっとね、今日雨で SWR がね、下がりきらないので、樹皮のみの感度を検証してみたいと思います。今W721 というね、ワイヤーダイポールで眺めが効いておりますが、これを変えてみます。今ね、先ほどのモビルアンテナ MD200 を変えてみました。受信の方はね、よくできております。もう一度ダイポールを変えてみます。これで MD200 自信の方はね、あんまり変わらないみたいですね。ちょっとね、ボディスまた SWR の方を調整して、送信のテストをしてみたいと思います。今日はありがとうございました。